番組ローカルネットに接続。3カウントでダイブする。3、2、1、バーストリンク。 Welcome to the Accelerated World。アクセルワールド加速するラジオ。腹減ったアクセルワールド加速するラジオ、オフィシャルサポーターの鷲崎武です。そして、こんばんは、クルキメイクの三沢幸香です。腹減ってんだよ、なんか今超だってさっきこの収録前に美味しい話をみんながするからいけない、散々しちゃってね。いや俺もなんだろう、急に腹減ってきたどうしよう、お腹空いた。この状態で30分いけます？みさん、いけますよ、いけます。今一番何が食べたい？今一番食べたいのは肉、うん、肉食系、肉、いやー肉が食べたい、ね、コーラと肉魚と肉、野菜と肉、いやもう何でもいいね、コーラでも何でもいい、コーラじゃないかよお前が食コーラ摂取したい早くさあこの番組は、はい、この番組はテレビアニメアクセルワールドの情報をお届けする仮想ラジオ空間です。番組ローカルネットに接続してくれたバーストリンカーのあなたと一緒に加速世界を体験していくトークデュエルプログラムです。ジェノバソース、オフィシャルサポーターの鷲崎さんと一緒にお腹減りながらアクセルワールドを盛り上げていきたいと思います。はい、もう一番、はい、なんかたまに言うじゃない、最後の最後に食いたいもん何、あ、最後の晩餐、そう言うじゃない、たまになんか、はいはい、何コーラがあればコーラじゃない、コーラはつく、コーラつく、コーラつく、コーラつく、何食べてもうまい最後の晩餐の時に、はい、お前はあれがある、フリードリンク、フリードリンク、あもうそれだけでいい、アンバサでもいいし、いやいやいや、ウーロン茶でもいいし、爽健美茶でもいいの、いやそういうのじゃないです、うん、ちゃんと、うん、缶に入ってるやつを、あ缶がいいですね、ダメです、こうジャーって出てくれる、なんて言うんだろう、あのファミレスジャージャーね、ファミレスジャージャーはそう、あれあれ、いやダメ許さない許さないです、はい、昨日七夕、そうですね、はい、七夕とかってなんかしたりします？七夕とか学生の時は、うん、なんかこうみんなで先生に言われて短冊を分けられ、うん、分けられ夢を書かされたりとかしました、ね、パンで押したように夢を書かされ、そうあったの、夢、夢その時はあったの、夢、夢ってもちっちゃい頃は、うん、なんかピアニストになりたいとか言ってました、ピアニストになりたかったんだ、滑稽触らせてもらえなかったのにとかそういう感じでしたよ、あそうなんだ、幼い頃は本当に無邪気なさっちゃんでしたよ、さっちゃん俺本当にちっちゃい時から何にもなりたくなかったの、はい、だからその時でもさ、何もなり別にないですって書いたら怒られるから、怒られる、その時適当に書いてたんだけど、一番古い記憶は保育園の時に果物屋さんって書いてた、美味しい、色とりどりで綺麗だからって書いて、綺麗だから、うん、花でもいいかなって、そうそうそう、あその後に、はい、ムツゴロウさん分かる、動物王国、あ、やった、今何かわかってんの、おこぜえ、動物王国、魚類にも手広げてんの、え、違うんですか、え、動物王国って、はい、魚類いいんだ、え、いないんですか、あと、お前魚類を、わしゃ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 ってやった、昭和もないよ、毒針持ってるよ、いや、すごい、毒のある、あ、鱗のとことか、鱗じゃない、あのやばい、危ないからね、やばい、この3ぐらいになると大丈夫だと思うけども、大丈夫、愛がある、ね、熊でも撫でれるって言うからね、怖い、でもあの動物王国に憧れた、動物王国に入りたいと思った、動物を、動物王国を自分の作りたかった、自分のっていうかムツゴロウの動物王国に入りたかった、飼われる方ですかなんでお前さお前俺を何やと思って、そしてムツゴロウを何やと思ってムツゴロウさんに可愛がられたかったんですよね、わしゃ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 ってわしゃしゃ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 しゃはい、はい、あ、もうオープニング終わりですか、はい、じゃあ今日も最後までよろしくお付き合いください。アクセルワールド加速するラジオは響きラジオステーションアクセルワールドプロジェクトがお送りします。アクセルワールド加速するラジオ、改めましてこんばんは、アクセルワールドのオフィシャルサポーターの鷲崎です。クルーキング役の三沢幸香です。なんかいいこと言ってましたね、何今ね、何ですか、新学期の目標を書けって言われて、はい、新学期の目標は何だったんですか、学校にちゃんと行く本当あれ、なんて書けばいいの、負けずにな、何を書けばいいのか分かんなくて、ひどいよね、夢とか目標あって当たり前みたいな言い方するやつって本当
なんだと思うもん。子供のハードル上げすぎですよ。そうだよ。今の子供は現実的だから、うん、そんなこと思ってない、うん。とりあえず就職、就活頑張るみたいなことを考えてる。でもさ、口に一回しちゃったら、はい、そういう風になっちゃうから。言霊ってやつですよ。そう、言霊ってやつだよ。でも、その時に何にもないのに、我々みたいに、何にも真っ暗だったお先が、はいはい、人間にも書けってわけでしょ、はい、でも書かないと怒られるから嘘でもいいから書くわけじゃん。はい、そしたら、なんかこれ目指さなきゃいけねえのかな、変なプレッシャーが出るじゃん。やめりゃいいのにな、ああいうのな。それを先生はプレッシャーとしてかけてるんですよ。そう。もっと前を見て歩け。ひどいよ。俺は応援しているって。嘘だね。なんだろう、俺これ。先生批判ですか？いいですよ。いやいや、でも楽しかった。俺今からでも目指そうと思うじゃん、ムツゴロウ。え？お！頑張る頑張る。その、水陸両用ムツゴロウな。魚も可愛がれるタイプのね。絶対行きますよ。行く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 。はい、ハゼじゃん。ハゼメダカメダカとかいけんだね。サメってなる。サメもいけるよね。いけるいける、絶対いける。さあ、メールリンカーさんからのメールが届いていますので。はいはい。ブックマーカーさん。ありがとうございます。梅雨の、のかな梅雨の時期に入り、雨で外出するのは避け、家で過ごすことが大きくなる、うん、多くなると思います。はいはい。そこで本を読んで楽しく過ごしたいと思うのですが、うん、川原歴先生のアクセルワールドはもちろんのこと、おすすめの本がありましたら教えてください。ソードアートオンライン、まあ、そうだけども、なんて言うんだろう、そういうのなしで。あ、なんだそういうのって。そういうのなしで。そういうのわかんないな。何かな本読む子なの？読んだりしますけど、好きな方を、ずーっと同じ作品とかをずーっと読んでる。うん、そうなんだ。感じですね。おじさん割と明治文学とか読むよ。てか、おじさんね、割と本を大量に読む人だったんだ。師匠。師匠？師匠の方。あ、師匠の方。師匠の方かな師匠ではないんですけども、割と読む人だった。図書館が大好きみたいな。図書館ダメなの。なんか自分のもんにならないと嫌なの。はぁ。古本屋はいいんだよ。古本屋はいいんだけど、図書館って返さなきゃいけないじゃん。そうですね。だからそれが寂しいの。本棚にあることのが嬉しいんだよね。ああ、わかります。わかる？わかります。そうだよ。読書家でいらっしゃるからね。ちょっと、ね、まあ、まあ。例えば、このブックマーカーくんは、はい、お名前ね、書いてあるけど、年齢書いてないけど、はい、どういうのが。何ですか？ 10 代の今から、じゃあ、俺も読書、はい、趣味にしようって思ってる子に、はい、なんかおすすめの本ちょっと、うん、三沢さんからおすすめしてあげてくれるかな。まあ、本当にね、いっぱい本読んでらっしゃる三沢さんだから。あ、ちょっと何です、もう設定。設定。設定。人間失格。なんでなんで？なんか、一言と思えないから。一言と思えない。ちょっと読んだことないんですけど。読んだことないの？ないですよ。読みな読みな。あの、表紙が、うん、かっこよくなった版？集英社だっけ？違ったっけ？かな？を見て、読みたいなっていう。漫画のやつ。漫画っていうか、表紙が、こう、なんでしょう、アニメとか漫画チックな絵に尾形先生が描いてるやつだよね、違ったっけ、ね、なんかそういうのいっぱい出たよね、そういうのを見ると惹かれますね、うん、あ、そうなんだ、あれ、なんだっけ、荒木先生が描いたやつ、荒木先生が描いた、なんだっけ、なんかあったね、水の踊り子みたいなやつ、なんかあったね、そう、荒木先生だ、なんかそういうのいっぱいやってんだよね、そうそう、ああいうのを見るととっつきやすいというか、なるほどね、はい、アニメ好きな身としては、うん、こう急に純文学とかにはいけなかったりするので、うん、そういうのから入ったりとか。俺は中学校の時に読んだよ、人間失格。で、ご多分に漏れず、これは俺だって思ったよ。もう、何万人が思ったやつ。何百万人が思ったやつ、俺もベタに思ったよ。これは俺だって思いましたよ。読みます、じゃあ。あー、ほんとね。読んでも大丈夫ですか？今の。読んで感想聞くね。私の精神状態で読んでも大丈夫なやつですか？大丈夫です。感化されてどんどん中二病に行っちゃうとか、病んじゃうとかないですか？大丈夫です。じゃあ読みます。何の根拠もないけど、はい、大丈夫です。じゃあ買ってください。あ、いいよ。いいよ。じゃあそれから絶対読んでね。読書感想文のコーナーやりましょうね。なんで角川文庫の話しましょうよ。電撃文庫読んでくださいよ、電撃文庫。今は二次元に浸りたい時期なんだ、3。はい、ありがとうございます。アニメ第9話でのユニコ。うん。ユニコが匠に言った、あだ名は博士かに吹いてしまいました。あ、吹いた吹いた。皆さん学生の頃につけられた変なあだ名とかありますか？だってそのシーンをアフレコでやった時の、うん、あのみんなの口を押さえて、うん、浅沼さんがなんか微妙な顔してるみたいななんで俺こんなにいじめられてんのって毎回言いますからねちょっと待て博士くんみたいなこと言われたよね。言われちゃって、うんうんうん、そういうのが楽しかったですね。ねあだ名ですか？あだ名、あだ名、あだ名をつけてもらいたいんですよ。それは人気者の証なんですよ。あだ名をつけてもらえるっていうのは。あだ名もつけてもらえない。なんか
嫌な変なあだ名がついてて、うん、気に入らないんだよねっていうあだ名もつけてもらえない人だったんだもんね、うん、そうですよ。なんかみんな女の子同士が何とかちゃんと呼び合ってるの、確かに伊沢さんみたいな、さん付けか名字かと思ってそれはでも君も悪いわけでしょ。心の距離を感じます。君もだって心の距離を感じてたわけでしょ。そうですよね。君が歩み寄っていかなかったからでしょ。そうですね。そうですよ。だって急に何とかちゃんって呼んだりしたら、うん、お前にちゃんと呼ばれる人じゃねえよってもし思われたらどうしよう。そうだね。さんで呼んでしまう。学校の先生とか変なあだ名の人いなかった？うん、あんまり私先生から逃げていたかな。スカッタだの人がいた俺。うちの中学の学年主任はスカッ、もしくはスカタンってあだ名。スカ？スカ。スカ？あのね、生徒怒るときに、えがれせよお前ちゃんとやろこのスカタンって言うのね。へぇー。だからスカタンってあだ名だった。へぇー、ひどい。ひどい。ユタ先生にそれをつけるという。それ変なあだ名の人いたよね。へぇー、うん。そんないないですよ。あんまりいなかった？うん。周りとかも、うん、なんとかちゃんみたいな、うん、そういう感じで。そうなんだ。あんまり変なあだ名なかったんだ、はい、いなかったですね。そうか。あ、私あだ名つけるのうまいらしいですよ。人にあだ名をつけてたの？あだ名つけられなかったのに。そう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 。え、例えば仲良くなった子とかに、うん、なんかすごいアニメキャラに似てると思って、うん、その子にアニメキャラの女の子に男の子の名前つけちゃったんですよ、うん、でその子は最初嫌だって言い張ってたんですけど、うん、いじめじゃないですよ、嫌、うん、だって言い張ってたんですけど、うん、未だにも何年も呼ばれてるんです、その名前で。私がつけてあげた名前で後輩とかにも覚えてもらってるから、ちょっと私のおかげでしょみたいな、その子にはいい顔ができるじゃあ俺にもつけてよ。え、だってあだ名つけるのうまいって言います。キリンキリンキリンの T シャツ着てるからじゃない。何その俺に対する興味の。あ、ワッサンは言われた。え、なんだ、ワッサンは中学校の時に言われた。ザワさん、ザワさん、あ、ザワさんだ。たっけ超下手じゃん。超下手じゃんお前。超下手じゃない。それは心の距離をだんだん縮まっていて、長い時間を過ごさなければ出てこない。まだダメなの？レギュラー割とやっててまだダメ俺。まだまだ。あ、そう。だいぶいろいろ知られてますけども。俺大学の時のね、後輩の女の子が、はい、ガマってあだ名で。え、ガマ口財布を持ってる。はぁ、惜しい。え、惜しい。宮口さんって名前で、なんか、私、あだ名つけるのが得意なのって友達に。あら。宮口。ガマ口ちょっとそのままガマちゃんになっちゃう。可愛い子なんだよ、可哀想にと思って。まあ本人気に入ってたけども。あ、じゃあいいですよ。いい名前ですね。ねえ。私も誰かつけてくださいよ。あ、ちょっと長いからこれ君が読んで。え、長いからどういうこと？相沢コゼットさんからいただきました。ありがとうございます。突然ですが、お二人に相談です、うん。僕はよく人からに行くのですが、たまに複数の人数でカラオケに行くと、曲と曲の間で無音の時間が生じてしまい、その間が居づらくて仕方ありません。そうだね。人からの時はそういうことは気にしなくてもいいんですが、うん、複数の人数になると何か話さないと気まずいなと思ってしまいます。こういう時はどうすればいいんでしょうか？まあ、じゃあまあ僕の、はい、まあ、経験上の話をすると、はい、行かないが基地だね。そうなんですか。カラオケにはみんなと行かないが一番いい。うん、まあいっぱい自分の時間を避けるし、うん、練習もできるし、うん、こうやっぱ、ね。人柄がいいよね。人柄がいい、うんうんうん。複数で行くメリットとは何ですか？複数で行くとこじゃないよね、カラオケって。みんなで集まって集合、駅に集合して、カラオケに行って、うん、隣の部屋とかにみんな入ればいい。ああ、そうだよね。みんな。そしたら好きな歌をね、好きな歌。みんなで人柄行こうぜって。なんで集まっちゃったの？ねえ、なんで集まっちゃったの？カラオケ。現地解散じゃん、それ。カラオケに行くときって緊張するじゃないですか。うん、結構イケイケな人とかが、うん、あ、何名様ですかって聞いてくるから、一人です。店員にも、店員に。え、なんで一人ってことを伝えて、うん、なんか、後でバイトさんの間で、あいつ一人で入ってるよね、って言われたくない。はい。そんな、こんな番組は素敵な番組ですが、番組のお聞きのリンカーさんからメールを大募集しています。アクセルワールドに関することはもちろん私たちへの質問など、どんな内容でも OK です。メールを送って、私たちとデュエルトークを楽しみましょう。はい。まあ、そんなことはどうだっていいんですよ。なんで？大事なのはここからです。あら。なんと、はい、ここで三沢さん、はい、大事な曲を一曲お届けするんですよね。それでは一曲お聴きいただきましょう。受けなかった。テレビアニメアクセルワールド新エンディングテーマ、うん、三沢幸香でユナイト。仰ぎながら何もつかめない。
ごいじゃん。なんだよお前。三沢確かです。三沢確かです。知ってますよ。はい、三沢さん、はい、すごいいいじゃないですか。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。あとうまいじゃん。またまた自分ではうまいと思ってるくせに。どんなに褒められて人から言ってんねんと。そう、確かにそれはある。誰よりも人から言ってた。すごい、ありがとうございます。ねえ、緊張する。語尾のニュアンスとかもすごい。なんかの特にこう曲の最後の、はい、はい、あそことか、はい、伝えたい部分は伝えたいと思って、うん、気持ちを込めて歌ったんです。役者やの。私ができるのはやっぱり芝居をやってるので、うん、そのお芝居の部分と、うん、未挑戦だった歌の部分を合わせたら、うんうんうん、三沢らしいものができて、いや本当にいいと思いますよ。本当にまあ、これがまた、はい、年取ってさ2年とか3年経ったら、はい、またきっと歌い方違うんです。あ、そうです、ね、今の年で今こう自分の初めてのね、うん、曲だから。そういうよかったね、このなんかそのドラマラジオ CD の方のさ、はい、あのおふざけソングだけじゃなくてね。あれとかあの曲、こっちの曲が先出てどうすんだろう。おふざけが名曲だからいい、まあ、名曲。ずっと一回聴いただけで頭に流れますよ。じゃあ2ウェイあるってことだもんな、三沢さんに言えば。こっちの歌とあっちの歌と。そうです、シュッとした三沢さんか、うん、へってみたいな。どっちの三沢さんが好きかは皆さんのお任せ。どっちも好きだよ三沢さん。ありがとうございます、ね。はい、そんなユナイトは8月1日発売でございます。はいね、はい、ぜひぜひお買い求めください、はい、ということで、三沢さしかさんでユナイトでした。アクセルワールド加速するラジオ AWN アクセルワールドニュース、キャスターの三沢さしかです。さすが。ここでアクセルワールド関連の最新トピックスをご紹介しましょう。今日お届けするトピックスはこちら。アクセルワールド関連本続々リリース。先週お伝えした通り、原作アクセルワールド第12巻が8月10日に発売になりますが、その他8月27日には本編のコミック版アクセルワールド第3巻、ゆるゆる4コマコミックアクチェルワールド第2巻、可愛くお願いします、アクチェルワールド、はい、さらに、スピンオフコミックアクセルワールドデュアルマギサガーデン第1巻の3冊が一挙に発売されることが決定しました。今年の夏はアクセルワールドで盛り上がりましょう。はい、すごいですね。はい、ちょっと体を斜めにして、はい、ヘゲはクリステルさんを一緒に、ヘゲはクリステルさんを一緒。何でもできはるわ。もうでも真似じゃなかった。声優もできるし、もう歌もできるし、なんとか話してるさんもなんとか話してるさんもできるんでしょ。ちょっとバカにされてるからね。違う、意識した体の向きだけですよ。はい、こんなにいっぱい一気に出ますよ。すごいね、やっぱ止まんないですね、なんかこういうのの勢いがね。すごい、アクセルワールドの世界がどんどん広がっていっていいですね。アクセルワールド関連のニュースは多いわ、本当に。先週も今週もですけれども、はい、そうそう、どんどん増えていくんですよね。告知物どんどん増えていくんですよ、この番組。そうなんですよ。ね、でも手に負えなくなってしまうぐらい。手に負えなくなってしまう。本当に暴れ馬みたいな言い方しました。放送の半分以上が告知になってしまうかもしれない。今後。なんですよ。でも、まあ、はい、まだまだいろんなね、はい、展開のあるアクセルワールドなんで、ぜひお楽しみでございます。はい、以上 AWN アクセルワールドニュースでした。アクセルワールド加速するラジオ。続いてはリンカーの新たな特技を報告してもらうコーナー。ちょ、お前どんな晴れ雪だよ、腹減った。ごめんなさい、腹減ってんだもんな、仕方ないよな。うん、しかしでとんでもない記録を打ち立った晴れ雪のようにリンカーの新たな特技を報告してもらうコーナーでございますが、はい、腹減ったな。そうなんです。あと今日三沢さんあれですよね。何ですか。なんか雑な単語で突っ込むけど、昔みたいだよね。昔、その三つ編みでさ、はい、モンペ履いててほしいわ。モンペじゃないです、これは。なんかおしゃれなとこで買ったズボンですよ。ズボン、なんて言うんだろう、ズボン。あ、分かった、パンツねえ、そうです。これなんか後で お写真ね。そうですね、どっかで見れる人見てください、見てください。プーさんのダチのプー太郎さん、あら、お友達なんですね。お友達なんですね、ありがとうございます。三沢さんと同じ山梨県の宮崎の男です。おお、そうなんですか。はい、俺の特技は台湾語を喋れます。母親が台湾人なんでハーフです。だって、おお、へえ、すごい。もう台湾行きたい。違う、そういう話じゃない。台湾に一番行きたい国なんですけど。あ、そうなの、なんで。はい、なんかマンゴーが美味しい。うん、あ、そう、マンゴーが食べたくて、マンゴーが美味しくて、それを宮崎じゃダメなの。宮崎じゃダメです。ダメなんだ。かき氷が美味しいって言うから、それ食べたいのと、うん、あと猫がいっぱいいる
って言うんですよ、街中に。あ、そうなんだ。それを聞いたから行きたいな。全然知らない情報だ。あと日本人のことが大好きだから、うん、すごい仲良くしてくれるって。割と親日だし、あの、うん、でもね、台湾はね、はい、行った知り合いに聞くと、はい、すごいご飯が美味しい派と、うん、ご飯合わなかった派とすごい二つに分かれる。あら、会いたい。よく会いたい。会いたい。会いたい。誰に？合わせたい。合わせたい、ね。合わせたい、合わせたい。岩田さんなんで、それこそ岩田美咲さん、それこそ台湾割と好きでよく行ってらっしゃるって聞いたことがあるの。はい、俺台湾行ったことないんだよね。行きたい。韓国にしか行ったことないや。はあ、美味しそう。韓国は？韓国も、あの、私辛いものが大好きなんですよ。そうだね。だから辛いものが置いてあるということはちょっと行ってみたいなって。韓国楽しかったよ。へえ。寒いんですよね。あ、時期によりますよ、もちろん。あ、そうですよね。うん、なんか夏はほんとちゃんと暑いし。緯度だっけか、経度だかがあれだからですよね。北海道と同じぐらいだもんね。あ、寒いよ、冬は。いつ行ったんですか？夏に2回、冬に2回。すごい行ってますね。どっちも行きました。4回行きました。友達が住んでんの。はぁ、うん。プロですね。プロ美味しいものいっぱいありますか、やっぱり。めちゃめちゃありますよ。あら、素敵。ねえ。今だから違う、違うんですよ。特技の話してるんですよ。台湾語を喋る話をしてるんです。台湾に行きたいかどうかじゃない。台湾語学ね。はい。でも語学ってやっぱ興味あるもんね。台湾語って中国語だけど、全然わかんない、これ。ちょっと違うってことですよね。かな、多分、うん。元は中国語。そう、あんまり。北京語。あ、北京語なんだって。すごいな。英語の授業とかほんとちゃんと受けてりゃよかったって本当に思う。いや、英語の授業受けても何にもなんないですよ。なんで？私英語の授業大好きでちゃんと受けてましたけど、絶対喋れるようになんないです。ああ、本当に？喋ることはないですもん。やっぱり、やっぱそうか。ELT の先生、あの、外国の方がいても、コミュニケーション絶対取らないですし。あ、そうなんだ。ELT って何？イングリッシュ。ラーニング、わかんない、ティーチャーが。多分そんな感じの人がいて。あ、そうなんだ。教科書を読んでもらって、うん、あ、本物っぽい発音だって聞くだけでした。結果、現地に行くしかないんだよね。そうです。が、その、やむにやまれないとやっぱり喋れないんですよ ね。ALT って言うんですか、アシスタント、うん。だって ELT って確実に歌ってる人と同じだからさ。なんかまあまあでもたまたま一緒なのかなと思って。はい、もそっとしたトークになってしまいました。21歳で通風さんからいただきました。仲間じゃないですか。若年生だね。ありがとうございます。早速ですが、私の、特技は記憶です。お？これのおかげで暗記物のテストは常に満点でした、うん。方法としては暗記するものの配置、色、印象的なものなどをイメージで写真を撮るように記憶するといった感じです。最近は、速読にも応用できるようになり、ラノベなら、1冊30分から1時間ぐらいで読めるようになりました。これって特技になりますかね？なる！なりますよ！いや、これはすごいよね。選ばれし人間。記憶なんてもう。ない！ない！今日何食べたかも覚えてない。あ、わかる。わかる。いや、いや、思い出せるよ。思い出せるけど、すっと出てこない。いや、思い出せるんですか？頑張って考えたら、ああ、あれだったって思い出せるけど、はい。なんかさ、あんまりあれの話かもしれないけど、はい。この顔にピンときたらみたいなさ、はい、あるじゃない？はい。締めてはいいねとか貼ってるじゃん。ちゃんと、覚えて、絶対俺はないと思うの。ああ。だからみんな偉いなと思うんだよね。確かに。うん。じゃあ、三沢さん。はい。今この景色を10秒間だけ見てください。はい、で、目つぶって、はい、で、目開けたら、何かが変わってますよ。どうしよう。それは、何なのかをちょっと、はい、やってみよう。はい、はい、見ましょうね。10、9、うん、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、目つぶって、はい、さあ、今、スタジオからですね、何かが変わっておりますが、さあ、一体何が変わっているのかを、当てていただきたいと思います。怖い怖い怖い。後ろから殴られるとかない。なんで？お願いします。仲良くしてください。はい、どうぞ。はい。さあ、一体何が？何にもないぞ。何が変わったでしょうか？さあ、スタッフが今の間に散髪に行った可能性も？嘘。さあ、一体何が変わった？これ元から落ちてたかな、これ。何？なんかストップウォッチみたいな、タイムキーパーみたいなやつが下にいるんですけど。正解です！あれ？いるんですけど、わかんなかった。来たんですか？賢っ！はい、このスタッフポーチはここに置いてありました。あなたの目の前に置いてありました。嘘だー。消えてることは全く分かんなかったんだけども、嘘だ。床見られると思ってなかったの、隠してたの。今床見られちゃったのは仕方ないね。いや、私を甘く見てますよ。さすが賢の三沢さんとして、これからちょっとそういうハードルを上げないでください。もっと先へ加速したい。リンカー諸君、うん、君の特技をあなたの素晴らしい特技を私にアピールしてくれたまえですよ、うん、自分の言い方でやったの、ね。以上、ちょ、おま、どんな春雪だよでした。アクセルワールド加速するラジオ。
ここでお知らせです。まずは放送情報です。テレビアニメアクセルワールドは東京 MX、 テレタマ、千葉テレビ、 TVK、 テレビ愛知、 MBS、 北海道放送、 RKB 毎日放送、 BS11、 ATX、 栃木テレビ、群馬テレビ、キッズステーションにて放送中です。その他ニコニコ動画、ワーナーオンデマンド、バンダイチャンネル、プレイステーションストアでも配信しています。詳しくは公式ホームページでチェックしてください。はい、そしてですね、新オープニングテーマ、アルティマさんのバーストザグラビティ、こちらが7月の25日に、そして新エンディングテーマ、美沢さちかさんの、はい、ユナイト、さちか美沢、さちか美沢ユナイトがですね8月1日にそれぞれリリースされますよ。はい、そしてアクセルワールドのブルーレイ &DVD 第1巻が7月25日に発売されます、うん、はい、映像特典にはあかりりりゅうさんが描く4コマアクチェルワールドがまさかのアニメ化。アクチェルワールド、アクチェルワールド、あ、そっちの可愛い、やっぱり、アクチェルワールド。はい、初回限定版にはここでしか読めない川原駅先生書き下ろしのアクセルワールド完全新作短編小説、黒の双剣銀の双翼がついてきます。お楽しみに。さらに毎週水曜日に日刊スポーツさんでアクセルワールド通信というコラムが連載中です。アクセルワールドに関係する方々が週替わりで登場します。さらに、毎月第4月曜日にニコニコ生放送にて伊沢幸香のアクセル全開世界会議が放送中です、うん、次回の放送は7月23日です。お楽しみに。はい、そして原作電撃文庫待望の最新刊アクセルワールド第12巻赤の紋章が8月10日に発売されます。レジェンド級エネミー大天使メタトロン攻略アビリティの、習得ミッションに挑むハリウキ、そこに立ちふさがる強敵アバターサーベラスとの戦いは意外な結末に。気になる続きは8月の10日発売でございます。アクセルワールド第12巻でチェックしてください。はい、その他8月27日には本編のコミック版アクセルワールド第3巻ゆるゆる4コマコミックアクセルワールド第2巻、さらにスピンオフコミックアクセルワールドデュラル渚ガーデン第1巻が一挙に発売されますのでお楽しみに。以上お知らせでした。アクセルワールド加速するラジオ、さあお送りしてまいりましたアクセルワールド加速するラジオエンディングでございますけども、はいはい、空腹と戦いながらのこの30分間、そうですよ、いかがでしたか。放っておくと美味しいものの話ばっかりしちゃう。そうだからさ、最初あの三沢さんなんでおこぜって言ったのかなと思ったら、はい、腹減ってたのかな。おこぜって美味しいんですか。おこぜ美味しい。おこげじゃねえなんでおこげなんだよ。おこぜ違う、毒があるんじゃないんですか。あ、でも美味しいの、ちゃんとそのなんとかハサミで切って揚げたり煮付けにしたりしたら今本当にもおこげが食べたい。あとおこげも食べたい。おこげ美味しいですよね。おこげ食べたい。この番組は毎週月曜日インターネットの響きラジオステーションでも配信しています。ぜひそちらにもリンクしてください。さいさい、番組ではリンカーさんからのメールを大募集しています。ますます。ますます。はい。各コーナーでのメールはもちろん、作品の感想や私たちへの質問など、メールいっぱい送ってください。メールアドレスは加速アットマーク響きハイフンラジオドットJP。加速は KASOKU で加速です、うん、番組の投稿フォームもあるのでそちらからもたくさんメールを送信してください。くだくだ。それでは、はい、お時間が来たようでございます。来週もこの時間にフルライブ。ここまでのお相手は私、松崎武史と黒雪姫役三沢幸子でした。せーの、バーストアウト。アクセルワールド加速するラジオは響きラジオステーションアクセルワールドプロジェクトがお送りしました。